はい、動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、プレイステーションビータ TV のバリューパックを買ってみましたということでですね、こちらの、どんな感じかというのをご案内していきたいと思います。で、今回使ってみるソフトはドラゴンズクラウンというですね、80万本ほど売れた去年の、8月ぐらいか7月ぐらいに販売されたソフトですね、 PS ビータのものを買ってあります。で、このプレイステーションビータ TV のバリューパックというのは去年の11月ぐらいにまだ販売したばっかりで3ヶ月ぐらいしか経ってないものでですね、どんなものかっていうのが、自分も含めてわからない方多いと思いますので、それをご案内していけたらと思います。はい、ではですね、早速ですが開封していきたいと思います。はい、これでですね、サイズ比較用にちょっと金管とですね、それから100円ライターをちょっと置いてみました。かなり小さいんですね。手のひらにちょっと収まるんじゃないかぐらいので、ちなみにドラゴンズクラウンのソフトですが、ビータの場合は100円ライターの半分ぐらいのサイズでしょうか。かなり小さいですね。はい、ではですね、開封でございます。まず箱を開けますと、一番上にですね、この PS ビータバリューの、PS ビータ TV バリューパックの本体があります。で、これを開けますと、本体これぐらいですね。金管の高さでは負けてますね。横幅ではちょっと大きいぐらいでしょうか。で、こっちからですね、アダプターのポート、電源ですね。で、これが LAN ポート、インターネット用の有線のケーブルですね。で、ここが HDMI といって、テレビとかにつなぐケーブルですね。で、ここが、USB ポートで、コントローラーの充電なんかをするところですね。で、ここがメモリーカードの差し込み口。で、ここにあるのが電源ボタンです。で、ここがに、PS ビータという書かれているところが、ガパッと開けますと、ここにソフトを差し込むところですね。で、さらに開けていきますと、今回はバリューパックという1万5000円の値段がついているもので、その違いはですね、普通のただの PS ビータ TV であれば、メモリーカードのこの 8GB というのと、それからワイヤレスコントローラーがついてなければ1万円ぐらいですね。今回はちょっと試したいことがあって、ついてるものを買ったので1万5000円ほどになってます。で、ここにこれがワイヤレスコントローラーと、これがアダプターですね。で、あとは、説明書類。あとはこれが専用メモリーカードですね。ソニーさんは専用っていう言葉が非常に大好きみたいで、なかなか汎用にはしてくれないんですけど、それもしょうがないですね。開発費がきっとかかると思います。ここちょっとテープで留めてあって、外さないと出せないみたいですね。後で出しておきます。で、これが HDMI ケーブルと、これが、コントローラーの充電用の USB ケーブル。これが、この2つで組み合わせて電源にさせるんですね。はい。以上で、これで、パーツが揃いました。おっと、失礼。こんな感じですね。
でですね、今回ちょっとパソコンで認識するためのコントローラーがもしかしたらビータで動くんじゃないか、動いたら嬉しいなっていうことで、そのコントローラーをですね、これ全部パソコン用です。3つ用意してみました。これの検証もですね、ちょっと兼ねてやってみたいと思います。では早速ですね、動かすための組み立て作業に入りたいと思います。はい、ちなみにですね、これはビータ TV は基本的にメーカー保証が1年ついてるんですけれども、自分はコントローラーがぶっ壊れることが多いんで、ヨドバシカメラっていうところでですね、2年から5年目までの間1回だけなんですけれども、750円ぐらいで延長保証1回分だけ付けられたので、まあ、コントローラーが壊れたらちょっと怖いなっていうことで、まあ、プラス750円ぐらいで延長保証を付けてみました。はい。それでテレビとの接続なんですが、まあ、プレステ3とかプレステ2とかだったりすると、この黄色、白、赤の映像、音声でですね、この3色のもので、まあ、ゲーム機とですね、テレビの接続ができるんですけれども、今回のプレステビータの場合は、この HDMI ケーブルっていうと、ちょっとですね、新しいタイプのものを使わなくちゃいけないんで、今回シャープのアクオスっていうテレビを使ってますけれども、それでですね、HDMI ケーブルがどこにあるかっていうとですね、この背面を開けなくちゃいけないんですね。この背面をガパッと開けて、その中のですね、ここですね、ちょっと見づらいんですけど、この辺りにですね、HDMI の入力5と6というところにケーブルを差し込むところがあるんで、この背面までちょっと開けて刺さなくちゃいけないっていうのが、ちょっと手間なんですね。フロントにあれば楽なんですけれども。で、これでテレビとの接続が OK ということですね。ちなみにコントローラーなんですけれども、1回ずつですね、全部試してみたんですけれども、3話のはダメでした。これはパソコンで使えるやつです。で、このエレコムのパソコンで使えるやつもダメでした。で、このアイバファローのですね、このコントローラー実はプレイステーション3なら使えるんですよ。プレイステーション3で普通に使えますし、パソコンでも使えるっていう、ちょっと両用のですね、なかなか好きなタイプ。まあちょっと壊れやすいんですけど、3ヶ月でも壊れちゃうぐらいの壊れやすさなんですけれども、プレイステーション3なら使えるんですが、しかしこのプレイステーションビータ TV では使えなかったですね。これダメでした。唯一このソニーの純正のデュアルショックのワイヤレスのタイプのみ使えました。これはちょっと残念なお知らせですね。本当はこの辺も使えれば、コントローラーを使い潰した時に、これなんか1200、300円ぐらいで買えるんですけれども、買いが効くかなと思ってちょっと試してみたんですけれども、純正じゃないとダメだったと。で、まあ今回は1万5000円のこのコントローラー付きを買ってるんで、それでまあなんとか救われてますけれども、自分の場合はこの3つしかコントローラー持ってなかったんで、このバリューパックでなければ動かなかったということですね。1万円のものでコントローラーなしだったらダメだったということです。はい。でですね、ここにすでにソフトを入れてあります。こうカチッと押すタイプですね。ここを開けたところに、このドラゴンズクラウンのソフトを入れてカチッと差し込めば OK ですね。で、ここがメモリーカードですね。ちょっと小さいですけど、これもカチッと押すタイプです。で、起動するとこんな感じで、言葉を選んでくださいというのが出ますので、まあいろいろあるみたいですけど、まあ当然日本語ですね。日本語を選んで R を押します。テレビの画面サイズはだいたいこれぐらいでいいので、これはサイズ調整ですね。決定を押しましょう。タイムゾーンですね、東京にします。時刻は2014年の2月の6日の18時45分ですね。
それで次へですね、ソニーエンターテインメントネットワークのアカウント持ってますか、持ってますので、はいです。あなたのアカウントをビータ TV で使えますか、利用するけど後で設定するんで、これは後で設定するとします。プレイステーションネットワークを試してご利用になるための設定をします。お住まいの国は日本、生年月日は、はい、生年月日はまだ非公開で、設定が完了しました。これで、設定完了ですね。プレイステーションビータ TV をお楽しみくださいと。でビータ TV は無線とですね、それから有線の両方が使えるんですけれども、実は個人的に有線が好きなんで、今回はですね、有線を使ってアップデートをしたいと思ってるんですね。ドラゴンズクラウンのビータ TV はアップデートをしないとですね、使えないような設定になってるんですけれども、いきなりドラゴンズクラウンのインストール中ですと出ましたね。で今回はですね、わざとメモリーカードを抜いてスタートしてあります。で LAN ケーブルをですね、今から挿します。これで刺さりました。でこの LAN ケーブルを挿した状態でドラゴンズクラウンを起動してネットワークでですね、アップデートをしたいと思います。でアプリケーションのライブエリアですと、始めるには始めるを選んでくださいということなので、これで始めるをやってみましょうかね。ご利用になれませんと出ました。でこれをアップデートしなくてはいけないんですが、これですね、今 LAN ケーブルを挿したんで、バージョンのですね 1.06 があるようですね。でこれをですねダウンロードします。これは LAN ケーブルでやってます。でこれでできるようになれば OK ですね。ちなみにメモリーカードなしなんで、内蔵メモリーカードの1ギガのものでやってます。で、すでにですね、プレイステーション3のデュアルショック用の無線のですね、このコントローラーを持っていて、でメモリーカードも別にいらねえやっていう方がですね、もし1万円のプレイステーションビータ TV でバリューパックじゃないものを買った場合に、ちゃんとドラゴンズクラウンとかのが動いてくれるかどうかの検証のために、あえてこの8ギガのですねメモリを今外している状態で、内蔵の1ギガメモリの状態でやってます。つまりコントローラーを持っている方であれば1万円で始められる、コントローラーとか持ってない方であれば、まあ、1万5000円で始めないとコントローラー、市販パソコン用とかでは動かないということですね。でここに、ドラゴンズクラウンのソフトが入ってます。これが配線状況ですね。それで、先ほどのですね、ドラゴンズクラウンなんですけれども、一回アップデートしてすぐに始めようとしたらダメでした。アップデートした後に、もう一度ですね、左上の、コマンドでですね、インストールと、それからアップデートの後にですよ、アップデート、さらにその後にもう一度、インストールとかアップデートをしてからじゃないと、ドラゴンズクラウンは始められませんでした。でその後ですね、これが始める画面なんですけれども、内蔵メモリーの状態でオートデータを作成しますか、このゲームはオートセーブに対応しています、はいで押しましょう。でこれで始められるのであれば、内蔵メモリーの1ギガで十分やれるってことですね。ちなみに画質はプレイステーション3と比べて非常に綺麗ですね。もうちょっと劣るかと思ったら、全然今のところは劣ってない感じです。あ、全然綺麗ですね。てかむしろプレイステーション3とほぼ遜色ないレベルじゃないでしょうか。あ、これは驚きの綺麗さですね。完全に驚いてます。もうプレステ3でやってるのとほぼ同等レベルの美しさ。あ、全然同じですね、ほぼ。すごいな、これは、すごい。でもずっとソーサレスばっかプレステ3でもやってたんですけれども、これ使っちゃいます。せっかくですから始めるところまでやってみましょうか。ちょっとこれは、
飛ばしちゃいますね。ああ、びっくりの綺麗さですね。驚きの美しさ。いや、綺麗ですね。まさかここまで綺麗だとは思いませんでした。てか、ほぼプレス3と同じぐらいだと思うんですけど。ちょっとデジカメの解像度、撮影解像度を2倍にしてみました。これで果たして皆さんにこの映像の美しさが伝わるのかどうかちょっと分かんないですけど、まあでも個人的に見た感じではプレステ3とほぼ同等ということですね。これは非常にいいですね。プレステ3が今2万5000円なんですけれども、このビータ TV バリューパックが今ですね1万5000円ですね。あのコントローラーを持ってる方はバリューパックである必要性がないんで、これ内蔵メモリーカードでやってますから、そしたら1万円で、まあコントローラーがあるならビータ TV を買えるってことですね。すごいですね。これはちょっといいかもしれないです。その扉の鍵開けてやろうか。そう言って現れたのが盗賊のロニだ。これ画面を消すとどうなるか、電気を消すとどうなるのか、扱いやすそうに見えたのだそうだ。いやー、素晴らしいですね。あ、ちなみにビータ TV の場合はあのビータと違って指でこういった鍵開けをすることはできないんで、スティックの右側でやりますけども、まあプレステ3と同じなんで、まあ、そこを失うのはちょっと惜しかったですけども、まあ許容範囲かなって感じですね。はい、ちょっとですねいくつか追加情報があったんでお伝えしたいと思います。まずですね、あの2回アップデートしなくちゃいけないんですけれども、始めるまでにアップデートするときはここにアイコンがあります。ここは2回アップデートするとここのアイコン消えてしまいます。でですね、これはドラゴンズクラウンをやる上で非常に重要なことなんですけれども、このですねコントローラーのこの真ん中ボタンを押すとこんな感じのですねタイムしてる画面になるんですよ。でもう一回この真ん中ボタンを押すとこんな感じで、あのアプリケーションを選ぶ画面なんですけども、これ続けるというのを右上を選ぶとですね、こうやってゲームをすぐに再開できて、でもう一度ですね、たとえ戦闘中であってもここのプレイステーションボタンさえ押してしまえば、いつでもですねすぐにこうして中断できると。プレイステーション3にはこの中断機能がなかったんで、これはビータ TV のかなり大きな利点ですね。あの中断できなくてご飯を食べるタイミングとか、あの、まあ、このゲーム内でですね、であとクリアしたタイミングとかでしか、これクリアに時間が関係するんで、クリアボーナスとかにですね、なかなかタイムしづらかったんですけれども、このビータ TV の場合はここのですねプレイステーションボタンを一発押すだけですぐにこの中断画面に行けると。でここで続けるで丸を押せばすぐにですねゲームを再開できる。これ戦闘中でも OK ですね。でこれをもし長押した場合はこうやってあのスタンバイ画面に入ります。スタンバイとか電源を切るっていう、そういう画面が出てきます。このスタンバイ画面の間は敵の攻撃を食らうんで、あのちゃんとスタンバイまで選ばないとあのゲームは一時停止されません。でこのスタンバイ状態にするとこうやってあの電源がですね一度スタンバイ状態になって、またこの真ん中のプレイステーションボタンで一瞬で復活、一瞬です、本当に一瞬押して、これでスタンバイを押してからこの真ん中ボタンを押した瞬間に一瞬で復活で続けるって押せばもうすぐに再開されるという感じですね。非常に早いです。このポーズができるというのはですね非常に大きなことで、あの中断したい時にいつでも中断できる。これはプレイステーションビータ TV のでドラゴンズクラウンを遊ぶ時の非常に大きな利点ですね。これはですねお伝えしなければということでちょっとおまけしてみました。はい、ありがとうございます。
それとですね、このドラゴンズクラウンのゲームについてなんですけれども、これはですね、今もう発売から半年近く経ってる2014年の2月の6日の時点でもですね、新品を買おうとするとヨドバシとかツタヤでもだいたい7000ですね、だいたい7080円とかそれぐらいしちゃうんですね。全然値下がりしないんですよ。で、なぜかそれがアマゾンっていうネットから買うと、まあ4000円とか。で、これちなみに中古のを買ってますけれども2680円ですね。差額が4500円ぐらい出ちゃってるんですよ。なぜそんなにこう、値段が違うのかなっていう感じなんですけども、ちなみに、ツタヤの場合は、中古プレステ3のがあって2700円か、まあ3000円いかないぐらいだったんですけれども、プレイステーションビータの中古がなかったんですよね。ビータ版のドラゴンズクラウンの。だから、まあ、できれば安く仕上げたかったんで、まあ、ちょっと開発元さんにはちょっと申し訳ないんですけれども、自分はですね、プレイステーションビータ版のドラゴンズクラウンの中古を探して Amazon で買ったと。で、まあ、新品だったらやっぱ7100円のところが、まあ、中古であれば、送料込みで2680円。で、大体、まあ、郵送する期間っていうのがあるんですけれども、昨日のお昼ぐらいに、お金を、まあ、ローソンのロッピーから払って、それで郵便ポストに入ってたのが今朝の9時だそうです。9時8分かな。で、まあ、実際に自分が受け取りにポストに行ったのは17時ぐらいだったんで、まあ、1日半とか1日ぐらいでわざわざ姫路から送ってくれたんですね。兵庫県から。もう非常に黒猫山田さんには感謝ですね。ありがとうございます。ということで、まあ、今回の予算はプレイステーションビータ TV のバリューパックが15,000円で、ドラゴンズクラウンのこのゲームデータが、ビータのもので中古なんですけども2680円で、まあ、合計約1万8000円と、まあ、保証付きで2年から5年間の延長保証1回分で1万8500円、それはポイントで払ってますけどね、それで、まあ、買えてしまっているということですね。で、プレイステーション3だったらそれが本体が2万5000円になるんでプラス1万円ぐらいで、プレイステーションビータのポータブルの側であればそこからプラス5000円なんで2万3000円ぐらいだったということですね。まあ、一番安いのを選ばせてもらいました。ありがとうございます。ちなみにこのドラゴンズクラウンのですね、プレイステーションビータのソフトについてなんですけれども、ビータのポータブルのやつで使うなら別にいいんですが、このビータ TV でですね、使う場合は、必ずネットワーク環境、無線か有線どっちでもいいんですけど、ネットワーク環境がないと、ビータ TV では初期の状態では使えないんで、ネットワーク環境がない方は非常に強く注意してください。ネットワークがないとこれ動作すらしないです。ビータ TV ではですね。で、まあそこでアップデートっぽいのを2回かける必要があるのと、それからまあ、あとはちょっとだらだらプレイなんか見たい方がいるかどうかわかんないですけど、本当は連射が使いたかったんで、さっきのプレイステーション3とそれからパソコンに両対応のコントローラーが使えるのが一番良かったんですけれども、これ結構ボタンの押す回数が多いんでちょっと連打がきついっていう時は連打ボタンが欲しいんですけどね。戦力としては全く期待できないが、まあそこはしょうがないですね。それなりに頼りになる。まあ、以上でご案内については終了なんで、今回はちょっと無線のことについてはやらないんで、まあ、あとはダラダラの時間なんで見たくない方はここら辺で大丈夫です。ありがとうございました。内蔵メモリーでも全然普通にできてますね。全く問題ないです。これは驚きですね。つまり8ギガメモリついてますけど、バリューパックは。君は冒険者の一人としてこのハイドランドへやってきた。それもなくても平気だということですね。町外れの遺跡から危険な迷宮に挑むためだ。だが噂通り迷宮は甘くはなかった。生き
して戻れるのは一握りで、骨が見つかって寺院裏に埋葬されるならまだ幸運と言える。君はまだ冒険者ギルドに入っていないようだ。ギルドへの登録を進めておく。そこでは仕事の斡旋だけでなく、訓練によって能力を伸ばすことができる。デジカメなんでちょっと画質が悪いですけど、肉眼でテレビを見ている状態ではほぼプレステ3と違いがないんで、自分の目では区別がつかないぐらい綺麗ですね。もしかしたらバニラウェアさんがビータ TV 用に画質をかなり上げてくれてるのかもしれないです。これは非常にありがたいですね。美しいグラフィックをビータ TV でも楽しめると。装備の修理だけでなく持ち帰ったそう。装備は万全だ。これで冒険者ギルドに君の名を登録できるだろう。冒険を進めるにはギルドの様々な協力が必要。広いホールの中央に君は新品同様。さて君はどうする？一通り君の話を聞き終えた後、ということで以上ですね。プレイステーションビータで TV バリューパックで操作するご案内でした。ご覧いただきありがとうございました。またどうぞ。